スタッフさん気持ちはわかるよせっかく作った動画だもんね狩りだってさまさかインスタグラム側から動画をブロックしましたって来ると思わなかったよ一瞬どういうことか全くわからなかったもんねまあさ長くやればこういうことだってあるよもう仕方ないなスタッフさんよいしょだよ気を取り直して ゆこうじゃないか。